カナ TV のカナです。本日の動画は、四角でいったあの自宅での過ごし方です <laughs>。最近ね、ほんとこういう動画ばっかりなんですけど、今日は、そう、昨日の、横ちゃんのモーニングカンジャーニーで、そう、お掃除してたら、解放やら DVD やら出てきたって言ってて、あ、私もこの機会にまた読み直そうかなと思って、 解放、引っ張り出して、今、読みかけてる途中です。そう。これ、ね、グッズ、かん、えかニズムニズムの時のグッズの解放ホルダーです。そう、めっちゃね、みんな若いなって思って見てて。で、2冊目、行ってて、多分これ1冊に、 16冊入ります。そう。で、もう2冊目も、めっちゃね忙しいね。2冊目も、あと1枚でいっぱいになります。そう。で、これ奇跡的に2冊ずつ買ってて、だからもう1冊新品のやつがあります。<laughs> これいつこれいつのやつやろ で、<laughs> なのでそうまたこれをいっぱいにねしてほしいって思ってますでもねすごいね1冊だけ読み返されへんっていうか見返しができない解放があってそうこの 26? が、すばるくん最後の関ジャニエイトの解放で、そう、これがね、どうしても見れんくって、まだ一回も開いてないです。それ以外のやつは読めるんですけど、そう、すばるくんが最後のやつだけはどうしても見れないです。はい。<laughs> ね、すごい。こう見たら、ね。 懐かしい並びやなって思って見てます。で、あと、モーニングカンジャーニー昨日が横ちゃんで、今日がまるちゃんで最終日でした。とね、やっぱね、聞いてて思ったのが、すごい、それぞれの個性のある、モーニングカンジャーニーやなって思って聞いてました。そう。 え、だって、まるちゃん、朝から、朝のテンションかわからんけど、すごい、しゃかりき元気やったでしょな、もう、めっちゃ元気みたいな。だから、ひなちゃんとまるちゃんが、すごい元気やなって思って、え、これ、夜、夜にとってる朝じゃないよなって思いながら聞いてて。で、寝起きっぽい感じの3、三人大倉くんと、やすくんと、横山くんもうね、 すごい、こっちも、え、今日は枕元に置いて聞いてた <laughs>。で、でも朝からすごい元気やから、まるちゃんが。だから、こっちまですごい元気になる、モーニングカンジャーにやったなって思います。え、でもさあ、これ、来週からも続けてほしいなって思ってます。で、 そう、明日のクラスマスで、大倉くんコメント祭りみたいなね、暇やからコメントしてって言ってたね。え、何、何質問するかめっちゃ迷ってて。でも今まで、あしいコメント何回か書いてるけど、あのコメント欄載ったことないっていう。え、どうしよう <laughs>。え、何書こうかすごい迷ってて。 明日の昼まで何を考えるかっていう楽しみを与えてくれた大倉くんにはすごい感謝。いつも大倉くんの考えることには感謝してます。すごいね、楽しい時間を作ってくれてるので、うちはね、しよを乗るように、えー、質問返ししてほしい。<laughs> え質問返ししてほしいけど、 だってさ、土曜日のさ、1時間だけ質問受け付けて、それで大黒く,くんが見てくれて、え、コメント返してくれるんでしょうめっちゃいいやん。え、どうしよう。<laughs> えー、どうしようって考えながら、まだ、ね、多分、夕方以降に、そのコメントの返事返ってくるから、 え、どうしよう <laughs>。別にね、ほんまにどうするか考えることしかできんかな。え、どうしよう <laughs>。なんかね、ねそういう風なコメント系を何、何読まれたこととかないから、え、どうしようってすごい考えてます。あ、え、でも、え、昔かな。 多分、真夜中の少年たちっていうラジオで、そう、まだ、ジャニーズジュニアとしての相葉ちゃんとかが ABC ラジオに出てた時のラジオに送ったことがあって、それで一回だけ読まれたことはあります。そう、えそう、会場でポイ捨てする友達がいて、それを一回だけチラって送ったら、 奇跡的に読まれました。<laughs> そう。え、でも、多分ね、すばるくん持ったはず。すばるくんと、横山くんと、ひなちゃんは多分いたと思います。え、あんまり覚えてない。で、あいば、え、ちゃん持ったかなで、多分それ、その4人でお送りしてたんかなその時は、その、各種で、 ジュニアの子たちが変わって,ってたんでそうめっちゃ懐かしいと思ってたまたま聞いてたら「あ私」ってなってぐらいかなえそれ以降読まれたりしたことはないかなえ <laughs> なのでだからそう「生すばる」もコメント書いてても多分読まれてないかな目には入ってるんかは知らんけど え、どうなんやろう昨日も生すばる全然繋がらんくって、ちゃんとは見れてないです。ちゃんと繋がるように、多分もう見れると思うから、ちゃんと見ようと思います。えー、だってほんまにずっとね、ぐる,ぐる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 なって、生すばるくん見れへん状態でした。えー、<laughs> なので、そう、生すばるくんの感想は、 言えないですだって見れてないからだからそうで何そう今日のしてたのってなんかすごいね若く感じるこの解放ホルダーを引っ張り出して今までの解放を読んでたのとあと モーニングカンジャーニーがまるちゃんでしゃかりき元気やったよほんまに元気やったよって今日も元気やねって思って聞いてましたえ昨日の横ちゃんねすごい好きやったもうねめっちゃゆっくり喋ってねこれってずるしてますよねで6分ぐらいしゃべる横ちゃんえめっちゃいい横 <laughs> ちゃんもう そう、枕元に置いて聞いてた。え、だって、いや、またイヤホンして聞こうかな。えもう消えてるあの、まだ消えてない。今日、明日消えちゃうんか、横ちゃんは。なので、えー、<laughs> なので、横ちゃんもう一回聞きたいかな。あ、でも画面録画しようかな。それやったら、ずっとね、聞けるし。え、残せるやつは残そうって思ってるから、だから、 そう。なので、横ちゃん、もっかい画面録画しながら聞いて、癒されたい時に聞き返そうと思います。え、で、あと何そう、生すばるくんは見れてません。大倉くんのクラスマス質問コーナーが明日一日だけありますっていうね、お知らせです。え、ほんまに何書く何書いて 質問しようとりあえずご飯何食べたはもう質問返ってきてたからえバナナとヨーグルト <laughs> いやそういうとこいいよ大黒君のそういうとこ好きって思いながらねだってあの人ほんまにツンと出るの使い分け激しいって思っていつも見てますえどうしよう何かこうえ何質問しようえ <laughs> えコメントコメント質問しても ねうんってしか言われんかったらどうしよう。<laughs> えー、何しようかなーって今からずっと考えて明日、多分ね、つながりにくくはなると思うけどわかりやすく大倉くんに届くようにコメントを書きたいと思います。<laughs> 質問か、質問を書きたいと思います。なので本日の動画は 解放を読み返してたのとあとモーニングカンジャーニー横山くんと丸山くんの感想とあとクラスマスの質問コーナーの質問どうしようかなっていうお話の動画でした <laughs>。 また多分こうやってずっと独り言系が多くなると思いますがまた見てくれるよって方グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします本日もご視聴ありがとうございましたそれでは次回のこの TV でお会いいたしましょうごきげんよう